こんばんは、勝則です。今日も食事の内容と体重の変化を記録投稿していきます。サムネイル、LL の卵2個分の目玉焼きですね。だしオムレツ、だしオムレツ。これで LL6 個分ですね。白ご飯、きゅうりのサラダですね。で、だしオムレツもう4個、計 LL8 個使ってますね。で、それに、キャベツのチキンスープ蒸しです。さて、体重を測っていきましょう。体重がすべてですね、脱水症状になっちゃいけないけど、クーラー壊れてるんでね、今、食がむちゃくちゃ暑いです。気をつけないといけないですね。さて、今何キロか。増えてる方がありがたい。便秘ですから、便秘だから下痢が治ったんで、体重は増えてる方がありがたい。順調に増えてますね。55.7キロ、体重50 5.7キロ、体脂肪率12.2。あれ？減ってんのか？減ってんのか？まずい。基礎代謝1316、内臓脂肪レベル3、筋肉量46.3、筋肉量スコアマイナス2、推定骨量2.6。あれ？もしかして減ってる？体重55.7キロ、体脂肪率12.2。うわ、ほんだ、脱水症状やな。水分減りすぎてる。気をつけておきませんね、脱水症状。LL の卵、合計8個使います。で、キュウリのサラダと白ご飯で、キャベツのチキンスープ煮と、で、さらに、卵